皆さんこんにちは。今月10月は、ハロウィン月間ですので、今日はかぼちゃを描いてみたいと思います。みんなの分だけかぼちゃを用意しました。まず前に置いて、よく見て描きますが、形を取るのはパスで描きます。先生は黄土色を選びました。真ん中あたりにまず1個描いています。デコボコしています。でこぼこした感じに線を引いて、ここがヘタですね。いくつかにこう分かれていますね。そんな感じに、丸い感じにこう線を引いていくと、それだけでかぼちゃの感じが出てくると思います。おっと、滑りますので気をつけてください。重たいです。結構今度は横とか、見る方向を変えて描いてみました。これはまあ上から見て、これは横に置いて描きました。これは後ろから見てみました。はい、これで形が5つ分できました。で、次は絵の具を塗っていきたいと思います。前回線を絵の具で引く練習をしましたので、絵の具の出し方とかも分かったと思いますが、明るい色を先に出します。緑っていうのは黄色と青でできるっていうのは知ってる人もいると思いますので、先生も黄色と青で作ってみたいと思います。まず黄色をしっかり混ぜて、そこへ青を少しずつ持っていきます。もうちょっと青を増やしてみました。だいぶ近くなってきましたが、少し違うかな。黒を足しています。もうちょっと暗い感じにします。はじめこういうふうに水のようなものが出てくるのは水のりで、水彩絵の具は水とのりとで絵の具の材料を混ぜてありますので、はじめにこういう泡みたいな、水みたいな出てきます。黒を混ぜるとだいぶかぼちゃの色に近くなってきました。こうモコモコした感じに塗っていきます。で、こうポコポコしたところの間が少し白い明るい色になっていますが、そこのところを先生はこう残して塗っていました。もちろん全部塗ってから後で描いてもいいですが、まず、出した色を先に使って、次に次の色っていう感じで、全体を同じ色がいっぺんに塗っていった方が能率がいいと思います。大きい筆を絵の具をいっぱいつけて、たっぷりつけて元気に描いていってください。大きい筆を使うと気持ちがいいです。で、だいたい濃い緑ができましたので、間の白いところを、これは少し水を増やして塗ってみました。同じ絵の具でも水を増やすと白を混ぜなくても明るい感じになります。ここは白を混ぜてやってみました。これでなんとなくこう明るいところと暗いところができてきました。みんなも水を混ぜたのでもいいし、白を混ぜたのでもいいです。で、次はヘタのところを塗ってみたいと思います。黄土色を出して、白もちょっといるかな。で、今度は水を少なめにして筆の先の方を使います。この筆は先の方を細く使うこともできますので、わざわざ細い筆を使わなくてもこういうふうにヘタが塗れていきます。はい、これでだいたいかぼちゃが塗れました。では周りを塗ってみたいと思います。周りハロウィンですのでオレンジ色がいいかなと思うので、オレンジ色、ちょっと黄色を混ぜてみるかな。しっかりこれを混ぜてみます。腕をよく洗ってしっかり混ぜてみます。緑が残っていると濁ったら暗いオレンジになってしまいますので、よく腕を洗ってください。ちょっともうちょっと明るくするので白を混ぜてみました。先生パレットを洗ってやってますね。前の色が残ってない方がいいと思います。これで周りは少しゆっくり丁寧に塗って、かぼちゃの周りね、隙間とか細いとこ、あとはどんどん塗っていきます。とにかく全体をやってから、あと残っているところとか時間があれば細かく仕上げていきたいと思います。
画用紙を回しながら塗りやすいようにして塗っていってください。はい、全体が塗りました。次、ヘタがちょっとこう消えかけてるところとか、修正します。ちょっとずつ修正します。このまだ白いところが残っている隙間があるところも、絵の具は使わなくても水だけをつけて筆でこう塗っていくと、これちょっと混ぜてしまいますが、これ影のような感じになるかなと思って、オレンジ色をかぼちゃの下の方に塗ってみました。立体的になるかもしれません。はい、全部できましたが、ちょっと寂しかったので黄色の点々をいっぱい入れてみました。これでちょっとハロウィンっぽくなったかな。では皆さん、ハッピーハロウィン。はい、頑張ってください。